Logical evidence is a sound reasoned argument or conclusion based on fact, research, and other forms of evidence. Logical evidence, which is one of types of evidence, is often used to prove or disprove an idea and claim using logic. In most cases,Deductive reasoning may be used to come to a conclusion to provide logical evidence, but it is evidence itself in case when we prove the existence of God. Here is one example. Pablo Picasso painted a masterpiece which he'd never be able to paint without knowing the secret of Leonardo da Vinci.But why could he do it? By solving the mystery, we can logically prove the existence of God. 論理的証拠という言葉があります。事実や研究結果、あるいは他のさまざまな方法で得られたことをもとにして、合理的な結論を論理的に導く方法を言います。つまり論理的証拠というのはそれ自体が一つの証拠であり、論理を使って一つの考えや主張を証明したり、あるいは逆に否定したりすることを言います。多くの場合、特に神の存在を証明するような場合には、推論を積み重ねながらそれを論理的証拠へと結びつけていきます。ここに一つの例があります。あのパブロ・ピカソはダ・ヴィンチの絵に隠された秘密を知ることなしには絶対に描けなかった大作を書き残しています。なぜパブロ・ピカソはその大作を描くことができたのか。私たち人間はその謎を解くことによって神の存在を論理的に証明することができます。広瀬林、浜松シティ、ジャパン。
1505 is a lost painting by Leonardo da Vinci, at times referred to as the Lost Leonardo, which some commentators believe to be still hidden beneath one of the later frescoes in the Salone del Cinquecento or Hall of the 500 in the Palazzo Vecchio, Florence. Its central scene depicted four men riding raging war horses engaged in a battle for possession of a standard at the Battle of Angeli in 1440. Pablo Picasso painted in his mural Guernica Jesus Christ, who was to be killed, in the painting named The Battle of Angeli. Pablo Picasso はその代表作ゲルニカの中に、今まさに息絶えようとしているイエス・キリストの絵を描き込みました。その証拠はレオナルド・ダ・ヴィンチが元絵を描いたとされる The Battle of Angeli、 アンギャリの戦いの絵の中にありました。その証拠と証明、広島市浜松市ジャパン。話を先に進める前に、レオナルド・ダ・ヴィンチが元絵を描いたとされるアンギャリの戦いの絵の中のイエス・キリストについて説明しておきます。これがアンギャリの戦いですけども、その下で馬に踏みつけられて今まさに息絶えようとしているこの人物はイエス・キリストです。逆さまにしてみました。で、頭から血を流しています。円形の血です。これはハロー、つまり降臨をかたどったもの、つまり隠し絵ということになります。そして地イコール降臨ということになります。この人物がイエス・キリストであることは、この人物の左手向かって右手の甲に聖痕があることからわかります。つまりこのような形で1500年後のイエス・キリストはダ・ヴィンチなる画家を通してここに描かれているのは、まあつまりは替え玉のイエス・キリストであることを示しました。ヒゲがあるのはその証拠です。替え玉イエスにはヒゲがありました。 by 林博士説です。そしてこの青い腕の先のところを見てください。甲の手の甲のところに拡大してみましたが、聖痕があるのはわかります。つまりこの人物はですね、処刑された替え玉のイエス・キリストということになります。この事実は2014年以後、私林博士が発表するまで誰も知らなかったことです。いわんやパブロ・ピカソが知る由もなかったことです。そのことを頭に入れて続く動画をどうかご覧になってください。パブロ・ピカソもまた1900年後のイエス・キリストの操り人形芸術家であった可能性がぐんと高くなりました。続く動画をどうかご覧ください。 Bye for now。 Jesus Christ crucified on that day was a proxy, and here you see
is proof and evidence。 当日処刑されたイエスは替え玉でした。その証拠と証明。それに先立って間違いを訂正しておきます。775027についてイエス復活聖書というふうに理解していましたけれども、ユダヤ・ゲマトリアによれば77はキリスト、50は聖書の、そして27は権威を意味します。つまりキリストは聖書でいう権威という意味です。その点を留意の上、続く動画をどうかご覧ください。We have got two alternative choices to understand human history. One of the two is to choose one that, unless we can obtain evidence of aliens' existence, we should understand that the whole history of human beings has been created by human beings.Ourselves. Another one of the two is to choose one that, unless we can obtain evidence that whole history of human beings has been created by human beings ourselves, the whole history has been created by aliens whom we may call gods.Now is the time of its choice. Which choice of the two would you choose? 人間の歴史についてどう考えるか。二つの選択肢があります。一つは、エイリアンの存在の証拠がないなら、人間の歴史は人間自身によって作られたと考えるべきという選択肢。もう一つは、人間が作ったという証拠がないなら、人間の歴史は私たちが神々と呼ぶエイリアンによって作られたと考えるべきという選択肢。今がその選択の時、あなたはどちらの選択肢を選びますか？広し林、浜松シティ、ジャパン。私たち人間の歴史にはもう一つ別バージョンの歴史がありました。その一例として今皆さんに一応、レオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いたとされる、アンヤリの戦いの絵をご覧いただいています。アンヤリの戦いの絵です。この絵の中には、無数の隠し絵が仕込まれています。無数の隠し絵です。が、この500年間、それに、誰も気がつきませんでした。私、林浩司が気がつくまで、誰もそれに気がつきませんでした。人間の歴史も同じように考えられないでしょうか。つまり、私たちが知っている人間の歴史には、無数の隠し絵、騙し絵が仕込まれているということです。その隠し絵、騙し絵に気がつくかどうか、言い換えますと、その向こうに別バージョンの人間の歴史を見るかどうかは、ひとえに皆さんの判断力によるものだと、私、林浩司は考えています。まあ、このように、一応ありきたりな説明がなされています。
が本当にそうでしょうか。今皆さんにご覧いただいているのは、その隠し絵、騙し絵のいくつかです。例えばここに馬のような動物が描かれていますけども、これは馬ではありません。ちょうど中央のところで、向かって右側が人間の世界、向かって左側がラム族、つまりレプタリアンの世界を表しています。そういう絵なんですね。つまり人間とレプタリアンが戦っている絵ということになります。そして私はここに描かれている左側の人物は、1500年後のイエスと判断した右側の人物と一致しているのを発見しました。今皆さんがご覧いただいている右側の人物は、これは今から2000年前のイエスの実像ということになります。つまり、こういう形で私たちの歴史の向こうにはもう一つ別バージョンの歴史が隠されていたということになります。繰り返しになりますが、それを象徴的に表しているのが、このアンギャリの戦いの絵ということになります。そしてこれらの絵は 3D コンピューティングテクノロジーを使って描かれています。データの使い回しをしています。まあ、そういう形で1500年後のイエス、つまり500年前のイエスは私たち人間に強烈なメッセージを残したということになっています。今、データの使い回しをしているという証拠を皆さんにお見せしました。髪の毛は同じです。そして他にもいろいろな隠し絵、騙し絵がこの絵の中に仕込まれています。右上は同じく操り人形芸術家であったミケランジェロが描いたとされるカシナの戦いです。足の形、表現の仕方が同じなんですね。つまり、これらの絵は私たちが神と呼ぶ一人のエイリアンによって描かれたということになります。つまり、1500年後のイエス、今から500年前のイエスということになります。全体にここに描かれている人物は馬と同じくらい大きいということです。つまり人間ではないということになります。で、このようなありきたりな説明を皆さんは信じるかどうかという問題になります。で、このアンギャリの戦いの絵をもとに今日は話を進めてみたいと思います。一つの騙し絵、隠し絵としてここに奇妙なものが描かれている点に注意してください。一見すると人間ですけども、その顔は法隆寺に所蔵されている侍像の顔と一致します。どうしてこんなことを今から500年前の、つまり1500年後のイエスが書き得たかということになります。こんな事実は誰も知らなかったはずです。法隆寺の侍像についても、それがエイリアンであると私が見つけ判断しました。もう一度アンギャリの戦いの絵を見てください。これはアンギャリの戦いの絵ではありません。この下の人物に注意してください。この人物に注意してください。この人物を180度回転しますと、このような絵になります。この人物の頭を見てください。頭の周りに円形が描かれています。一見すると血のように見えます。頭から血を流しています。がしかし、これは降臨をかたどったものです。森本聡さんが教えてくださいました。降臨をかたどったものです。そして、この人物の向かって右側、つまり左側の手には、聖痕、つまり、
処刑されたイエスの痕跡が残っています。この青い部分に注意してください。そして左手の甲に注意してください。拡大してみました。手の甲には聖痕が残っています。つまり、このような形で1500年後のイエスは、ここに描かれているのは処刑されたイエス。つまり、替え玉のイエスであることを示しています。これが1500年後のイエスからのメッセージイコール別バージョンの歴史ということになります。その都度、私たちが神々と呼ぶエイリアンは、操り人形、つまり替え玉を立てて人間との接触を図ってきました。処刑されたのは替え玉のイエスということになります。そしてそのイエスは様々な形で表現されています。ミケランジェロも操り人形画家であったと私、林浩司は判断しています。で、そのミケランジェロが彫刻したとされるピエタ像を見ていただきたいと思います。このイエスも操り人形、つまり替え玉であったわけです。そして処刑されました。そして聖外婦も、これも1500年後のイエス、つまり当時のダヴィンチの作と私、林浩司は判断しています。並べてみますと、長い鼻にその特徴といいますか、共通点が見られます。そして、口の横の口ひげですね。そして、顎には小さなひげがあります。そして、髪の毛は左右に分かれ、差し出ています。で、これは、ベロッキオとダヴィンチが描いたとされているイエスの洗礼の絵です。ここにも、やはりイエスが描かれています。このイエスも、私、林浩司は、替え玉イエスと判断しました。やはり同じように表現されています。ただ、顔の長さが違うかなという印象は持っていますが、あと細かいところを見ていきますと、違いがないという点で、私は同一人物なうち、替え玉イエスと判断しました。この替え玉イエスが、本物のイエス、つまり2000年前のイエスの代わりに、処刑されてしまったということになります。目がやや垂れ目になっている点にも注意してください。つまり、替え玉イエスはこのように共通性を持って描かれたり作られたりしたということです。パペットアーティスト、つまり操り人形芸術家たちの話をしておきます。これがリオナルド・ダ・ヴィンチの自画像と言われているものです。ミケランジェロの自画像と言われているものです。そしてこれがアンドレア・ベロッキオの自画像と言われているものです。これらは皆操り人形芸術家でした。1500年後のイエスの下で人間との接触点として働いた操り人形芸術家ということになります。今ご覧いただいているのは今から2000年前のイエスの実像です。そしてその右が、それから1500年後の、つまり1500年後のイエス、現在から見れば500年前のイエスの実像ということになります。ここが今日の一つのポイントということになりますから、2000年前のイエスと、そして今から500年前のイエスの実像を比較してみます。左が今から2000年前のイエス、そして右が今から500年前のイエスということになります。この両者は違いがないという点で同じエイリアンイコール神と私、林浩司は判断しています。注意深くご覧ください。飛び出た頬骨、耳の下の小さなコブ、二つに割れた鼻の先、二つに割れた顎、歯並びの悪い歯、広い口、小さな小鼻などにその特徴が見られます。皆さん自身の目で判断してください。
特に目の付け根にあります、イボのようなものまで一致しています。同じということですね。で、さらに検証してみます。左はレオナルド・ダ・ヴィンチの描いた絵と言われています。右は一応セント・ジェロームということになっています。耳というのは大変個人差の大きい部位です。その耳の形も一致しています。耳たぶも小さいですね。まあそういったところもイエスの特徴ということになります。耳の下のこぶ、出た頬骨などにも注意してください。鼻の小鼻も小さい。それもイエスの特徴ということになります。が、それだけではありません。この両者の目の中には、トカゲなどの動物に見られる特有の瞬膜と呼ばれている膜まで描かれています。目を保護するために瞬間に動くから瞬膜と呼ばれています。その膜が表現されています。問題は、こうした事実に誰も気がつかなかったということです。私、林博士が気がつくまで500年間誰も気がつかなかったということです。つまり言い換えますと、私たちはもっと歴史に謙虚になるべきだということではないでしょうか。つまり、私たちの知らないことの方が、実は多いということです。言い換えますと、私たちが知っている人間の歴史というのは、ほんの一部でしかないということです。その向こうには、もっと巨大で大きな謎と言いますか、歴史の謎が秘められているということです。そうした例として、こうした絵を見ていただきたいと思います。ただ単に、興味本位に、比較して、ああ、不思議だ、謎だ、というのでは、私たちは前に進めません。進めないどころか、謎の迷路の中で、右往左往をすることになります。今、皆さんに、瞬膜を見ていただいています。上のセント・ジェロームの目の中には、その瞬膜が描かれ、その境目の、この粒々の点まで描かれています。つまり、これらは、手で描いた絵ではなくて、写真から起こした絵だということになります。今そのセントジェロームの目を見ていただいています。瞬膜の境には粒々が見られますね。瞬膜というのは瞬間に動くから瞬膜というのです。目にも止まらない速さで動くから瞬膜と言います。それがこのような形で描かれているという点にも注意してください。で、ベロッキオ、ダ・ヴィンチ、ミケランジェロ。これらの芸術家は人間との接触点でうごめいた、言うなればパペットアーティスト、つまり操り人形芸術家であったわけです。となると、この替え玉イエスは人間であったのか、そうでなかったかということが問題になると思います。まあそれについても、ここでしっかりと結論を出しておきたいと思います。替え玉イエスは少なくとも人間ではありませんでした。順に検証してみます。まず一番下左のアンギャリの戦いの中に描かれている替え玉イエスです。この目に注意してください。少し見にくいと言いますか、判別が難しいかもしれませんけども、目が縦線一本になっているのがわかります。同じような絵をダ・ヴィンチなる画家が解剖図の中で描いています。縦線一本だけです。見にくいかもしれませんが、言い換えますと、見にくいがゆえに、今まで誰にも発見されなかったということになります。そして右がミケランジェロが描いたとされる、システィーナ礼拝堂の天井画です。この中にも奇妙な人物が描かれています。目に注意してください。縦線一本であるところに注意してください。このような形で
1500年後のイエスは、これらの人々が人間ではなかったということを示しています。つまり、縦線一本は象徴的にそれを表しているということになります。アンギャリの戦いの中に描かれているイエスも、その中の一人ということになるのではないでしょうか。次に、ミケランジェロなる芸術家が彫ったとされるピエタ像です。中央のイエス像に注意してください。処刑後のイエスという形になっています。このイエスの向かって左側、つまりイエスの右腕を見てください。この右腕に注意してください。この右腕には人間にはないコブがボコボコと描かれています。これも誰も気がつかなかったんですよ。私、林浩司が気がつくまで誰も気がつかなかったんですよ。つまり、このボコボコした手がですね、この中央のイエスが人間でなかったことを示しています。人がレオナルド・ダ・ヴィンチが描いたとされる解剖図ということになっていますけども、その描き方、コンセプト、表現の仕方は一致しています。注意深くご覧ください。そして、人もミケランジェロなる画家が描いたと言われているカッシナの戦いの絵です。向かって一番左の下、足の皮をベロッと剥いで、そして頭に花冠をつけている男性に注意してください。その男性の腕を今皆さんに一番右にご覧いただいています。反転して比べてみますと、その腕はペーター像に彫り込まれているイエスの腕と、そしてダヴィンチなる芸術家が描いたとされる解剖図の中の人物の腕と一致します。つまりこれら三者は皆一人の人物、1500年後のイエスを表現したものと私、林浩司は判断しています。そしてもう一人、下の段の向かって右側のイエスです。替え玉イエスです。ベロッキオとダヴィンチが描いたとされるイエスの洗礼の絵をもう一度見てください。このイエスの洗礼の絵の中の向かって右側、イエスの左腕に注意してください。何やら奇妙なものがぶら下がっているような感じがします。がしかし、これは布ではありません。皮膚の一部です。皮膚の一部がめくれているのです。注意深くご覧ください。が、これだけを見たのでは、皆さんも判断しかねると思います。岩窟の聖母の中に同じものが描かれています。このマリアの向かって左側、右手に注意してください。マリアの右手の人差し指のその先はイエスの皮膚の下に潜り込んでいます。つまりこのような形でイエスは少なくとも人間ではなかったということを示しています。皮膚の下にマリアの手が潜り込んでいます。神秘の下に潜り込んでいます。まあ、このような形で、まあ、皮膚が描かれているということですね。で、対比してみますと、左のイエスの腕に巻かれているのは、これは布ではなくて、皮膚であるということがわかります。すなわち、イエスは少なくとも人間ではなかったということになります。で、結論ということになります。この動画の中では、替え玉イエスの正体について考えてみました。その正体は、少なくとも、処刑された替え玉イエスは人間ではなかったということになります。が、今日この動画を通して皆さんにお伝えしたいことは、そのことではありません。私が皆さんにお伝えしたいことは、この世界にはあまりにも私たちの知らないことが多いということです。特に神々の世界については知らないことが多いということです。この替え玉イエスの問題もその中の一つということになります。ほんの一つということになります。言い換えると私たちが知っている歴史のその向こうにはもっと巨大な別バージョンの歴史があるということです。それを皆さんに分かっていただきたく、この動画を編集してみました。つまり、人間が作ったという証拠がないならば、
その歴史は私たちが神々と呼ぶエイリアンによって作られたということになるのではないでしょうか。人間が作った、人間が作ったと頑張るから、私たちはミステリーの袋小路に入ってしまうのです。そしてその謎の迷路の中で右往左往するだけということになってしまうのです。A tale of Shamash Jesus. One, fallen love. Shamash Jesus fell in love with Lazarus and Martha's sister, Maria of Bethany. Shamash Jesus の物語。一、なれそめ。シャマーシュイエスはラザルとマルタの妹のベタニアのマリアと恋に落ちます。ヒロシハヤシ、ハメマシティ、ジャパン。 2. Marriage. シャマーシュイエス gathered 11 disciples excluding Judas the traitor toMary, Maria of Bethany. The painting entitled The Last Supper shows this. 2. 結婚。シャマーシュイエスは裏切り者のユダを除く11人の弟子を集めてベタニアのマリアと結婚します。その様子を表したのが最後の晩餐と題された絵画です。 3. Curse. Maria of Bethany became pregnant but was cursed by the witch Strix or Inanna Maria. A painting entitled The Annunciation shows this.3. 呪い。そのベタニアのマリアは妊娠しますが、魔女ストリックス、つまりイナンナマリアによって呪いをかけられます。その様子を表したのが受胎告知と題された絵画です。 4. Murder. Shamash Jesus wasMurdered by Inanna Maria, John the Baptist, and Judas the Traitor. The painting entitled The Entombment shows this. 4. 殺害。シャマーシュイエスはイナンナ・マリア、バプティストのヨハネ、それに裏切り者のユダによって殺害されます。その様子を表したのが埋葬と題された絵画です。 5. Deep Sorrow. Maria of Bethany was struck by deep sorrow. The Pietà statue represents this. 5. 深い悲しみ。ベタニアのマリアは深い悲しみに襲われます。その様子を表したのがピエタ像ということになります。 6. Replacement. Needless to say, the man who was subsequently crucified on the cross and killed was a poor replacement of Shamash Jesus. The paintings entitled The Battle of Angadi and The Secret of the Passion of Jesus Christ expressed the replacement Jesus. Pablo Picasso also described the
replacement Jesus in his Guernica。 6. 替え玉。言うまでもなく、その後十字架にかけられ殺されたのは哀れな替え玉ということになります。その替え玉イエスを表現したのがアンギャリの戦い、イエス・キリストの劇場の秘密と題された絵画です。パブロ・ピカソもゲルニカの中でその替え玉イエスを表現しています。7. Before birth, Mary of Bethany became pregnant. The Arcadian pastors expresses this. 7. 出産前。ベタニアのマリアは妊娠します。その様子を表したのがアルカディアの牧人たちです。 8. Birth And Maria of Bethany gave birth to a boy. Madonna and child shows this. 8. 出産。そしてベタニアのマリアは一人の男の子を出産します。それを表現したのが聖母子像ということになります。9. Ave Maria. Currently with respect, the lady whom we sing with the name ofAve Maria in songs is Maria of Bethany. In this way, the paintings drawn by Leonardo da Vinci, Michelangelo Bonucci, Nicolas Poussin, and Antonio Campi, etc., have been connected across time and space, again, across time and space, like pictures of a scroll.Story. 9. Ave Maria. 現在私たちが敬愛の念を込めて Ave Maria と歌曲で歌う Ave Maria というのはベタニアのマリアということになります。こうしてダ・ヴィンチ、ミケランジェロ、プッサン、カンピなどの書いた絵画が絵巻物語のように時空を超えて、もう一度、時空を超えてつながりました。Wikipedia English writes about Guernica as follows. The painting was created in response to the bombing of Guernica, a Basque country village in northern Spain, by Nazi Germany and fascist Italian warplanes at the request of the Spanish nationalists. Upon completion,Guernica was exhibited at the Spanish display at the Paris International Exposition in the 1937 World's Fair in Paris, and then at other venues around the world.
The Turing exhibition was used to raise funds for Spanish war relief. The painting became famous and widely acclaimed, and it helped bring worldwide attention to the Spanish Civil War. パブロ・ピカソの代表作でもあり、最もよく知られた作品がゲルニカです。ゲルニカというのは、ナチス・ドイツ、イタリア及びスペインの国粋主義者たちに爆撃され破壊されたスペイン北部のバスクの田舎の村の名前です。その爆撃を題材にして、繰り返します。その爆撃を題材にして書かれたのが、そのゲルニカと呼ばれる絵ですが、その絵は1937年にパリで開かれた万博会場並びに世界中で公開され、それによってスペイン内戦は広く知られることになり、同時に世界中から救済資金が集まったと言われています。が、あのゲルニカは本当に爆撃されたゲルニカをテーマにして描かれた絵なのでしょうか。もしそうなら、ピカソ自身もそれが何の絵であるか知らなかったということになります。繰り返します。もしそうなら、ピカソ自身もそれが何の絵であるか知らなかったということになります。つまり、何の絵であるか知らないまま絵を描かされ、ゲルニカとして発表してしまった可能性があるということです。というのも、その絵の中には、私、林浩司が発見し、林浩司しか知らない事実が、その絵の中に隠し込まれていたからです。つまり、ピカソも、1950年後のイエス自身であった可能性が、ガンと高くなりました。その証拠と証明。広し林、浜松シティ、ジャパン。前もって話しておきますが、私たちが知っているレオナルド・ダ・ヴィンチなる芸術家は存在すらしていませんでした。ルカ・シヌレリの顔に大きな鼻とひげをくっつけたのがレオナルド・ダ・ヴィンチということになります。つまりレオナルド・ダ・ヴィンチとルカ・シヌレリは一人二役の芸術家であったということになります。しかしそれは今日のポイントではありません。ルカ・シヌレリはたくさんの絵画を残しています。そのルカ・シヌレリの描いた絵の中にこのような老人が時々現れます。この老人は誰かということですね。で、私はこの老人は1500年後のイエス・キリストの自画像といいますか実像であると判断しました。ミラノのセムシ男とも呼ばれていました。ミケランジェロの代表作であるピエタ像もこの人物が彫刻したものと私林浩司は判断しています。ミケランジェロ自身は彫刻をしていませんでした。ともかくもここに描かれている老人は誰かということになりますが、一応セントジェロームということになります。右がレオナルド・ダ・ヴィンチが描いたとされるセント・ジェロームです。このセント・ジェロームとそしてシヌレリの描いたセント・ジェロームは同一人物です。それもそのはず、元の画家は一人、1500年後のイエスということになります。他にもセント・ジェロームらしき人物はいろいろな絵に描かれています。比較してみてください。これがセント・ジェロームイコール1500年後のイエスということになります。痩せこけて、そして独特なポーズをしています。
今赤くて囲ったのが本物、そして中央にいるのが要するに替え玉イエスということになります。こうして並べてみると、これらの人物が同一人物であることがわかります。まあ、このような形でルカ神の連理なる芸術家を通して1500年後のイエスはこれが私なんだよということを示しました。つまりこれが1500年後のイエスの実像ということになりますが、それも今日のポイントではありません。セントジェローム、4世紀後半に現れてラテン語の聖書に翻訳したカトリックにおいては中高の祖、ドクター・オブ・チャーチと目されている重要人物です。現在の今も9月30日のセント・ジェロームの命日にはカトリックでは盛大な祭りといいますか追悼祭をしています。セント・ジェロームというのはそういう人物イコール神ということになるわけですけども、そのセント・ジェロームがパブロ・ピカソのゲルニカの中に描き込まれていました。by 林博士発見です。で、そのセント・ジェロームは神とも言えない、しかし人間とも言えない、つまりデミゴッドである可能性がぐんと高くなりました。左がシノリの書いたセント・ジェローム、そして右がダ・ヴィンチが書いたセント・ジェローム、このような独特なポーズをしている点に注意してください。まっすぐには立てなかったものと私林博士は判断しています。で、顔を比較してみると、ひげのあるなしはありますが、これら両者は全く同一人物であることがわかります。そして右のダヴィンチなる画家が描いたセント・ジェロームはダヴィンチが他に描いたイエスの顔と一致します。その称号もこの後皆さんにご覧いただきます。つまりここでシノレンが描いたセント・ジェロームとダヴィンチの描いたセント・ジェロームが同じということですね。そして骨格に注意してください。人間の骨格ではありません。頸椎は人間は7個です。しかしこのラム族は13個あります。その細い頸椎を支えるために首のところ、頭の付け根から肩にかけて人間にはない腱が走っています。左は人間ではありません。その証拠が別の絵に描かれています。左はダヴィンチが描いた解剖図ということになっています。骨格に注意してください。つまり右のセント・ジェロームはシノリの描いたセント・ジェロームということになっていますが、このセント・ジェロームは人間ではないということになりました。なります。モーフィングしていました。そしてその証拠が解剖図の中に描かれています。同じ人物ですね。で、この人物の目に注意してください。右の解剖図も一応レオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いたとされる解剖図です。この目、瞳に注意してください。向かって左の目は瞳が崩れているように見えますが、向かって右の目に注意してください。同じ表現でミケランジェロがシスティーナの礼拝堂の天井画にその目を表現しています。この目に注意してください。左右反転してみます。目に注意してください。目に注意してください。縦線一本だけの目で瞳であることに注意してください。つまりこのような形でダヴィンチもそしてミケランジェロもここに描かれているのは人間ではない、つまりデミゴッド、半神半人であることを示しています。もう一度この解剖図を見てください。この顔とそして右のミケランジェロの描いた顔を比較してみてください。そしてその顔は先ほどのセント・ジェロームの顔と一致していきます。骨格も一致していきます。つまりセント・ジェロームは
少なくとも人間ではなかったということになります。縦線一本だけの瞳に注意してください。で、結論ということになりますが、そのセント・ジェロームがパブロ・ピカソの描いたゲルニカの絵の中に描き込んであったというわけです。となると、このゲルニカの中には3人のイエスがいるということになります。それについてはまたの機会に述べるとして、で、結論をもう一度ここで確認しておきたいと思います。パブロ・ピカソの描いたゲルニカです。この絵の中には下の方に処刑で殺されるイエス、そして右下にセント・ジェロームが描かれています。この赤い丸で囲んだのが処刑される替え玉のイエスです。馬に踏みつけられています。そして両手を広げて向かって左側の手には聖痕が描かれています。上は、レオナルド・ダ・ヴィンチになる画家が描いたとされるアンヤリの戦いの絵です。 やはり馬に踏みつけられて頭から血を出しているイエスが描かれています。血のように見せかけていますが、独特のいわゆる、隠し絵、騙し絵ということになります。これは降臨を表したものです。by サトシ森本です。そしてこの手の甲に注意してください。この手の甲には聖痕が描かれています。つまりこれが処刑されたイエス・キリストということになります。手に聖痕がある点に注意してください。そのイエスをですね、パブロ・ピカソがゲルニカの中に描き込んでいます。なお、こうした事実を発見したのは私、林博史です。つまりパブロ・ピカソには知る由もなかったということです。ということになりますと、パブロ・ピカソもその意味も分からずこの絵を描いたということになります。これが処刑されたイエスです。そしてもう一人、右下に、セント・ジェロームが描かれています。セント・ジェロームです。独特なポーズをしている点に注意してください。そのポーズと先ほどお見せしました、セント・ジェロームの絵とのポーズを比較してみてください。反転してみました。左は、ダ・ヴィンチなる画家が描いたとされるセント・ジェロームです。同じポーズをしている点に注意してください。片方の足を立ててですね、そして一方の足を後ろの方に、後方に伸ばしています。左がセント・ジェロームですから、右もセント・ジェロームです。バイ・林博史発見です。で、このような形で、ピカソはセント・ジェロームを絵の中に書き込みました。この人物こそがですね、もう一人のイエス・キリストということになりますが、ゲルニカにはもう一人のイエス・キリストが描かれています。それについてはこの続く動画の中で説明しますが、中央で、トーチを持っているイエス・キリストがいます。ということはこの絵の中には3人のイエス・キリストがいるということになります。イエス・キリスト3人説 by 林博史ということになりますが、それについては今後さらに検証を重ねていきたいと思います。Wikipedia English writes about Guernica as follows. The painting was created in response to the bombing of Guernica, a Basque country village in northern Spain, by Nazi Germany and fascist Italian warplanes at the request of the Spanish nationalists. Upon completion,Guernica was exhibited as a Spanish display at the Paris International Exposition in the 1937 World's Fair in Paris, and then at other venues around the world. The touring exhibition was used to raise funds for Spanish war relief. The painting became famous and widely acclaimed, and it helpedbring worldwide attention to the Spanish Civil War. パブロ・ピカソの
代表作でもあり最もよく知られた作品がゲルニカです。ゲルニカというのはナチスドイツ、イタリアおよびスペインの国粋主義者たちに爆撃され破壊されたスペイン北部のバスクの田舎の村の名前です。その爆撃を題材にして繰り返します。その爆撃を題材にして描かれたのがそのゲルニカと呼ばれる絵ですが、その絵は1937年にパリで開かれた万博会場並びに世界中で公開され、それによってスペイン内戦は広く知られることになり、同時に世界中から救済資金が集まったと言われています。が、あのゲルニカは本当に爆撃されたゲルニカをテーマにして描かれた絵なのでしょうか。もしそうなら、ピカソ自身もそれが何の絵であるか知らなかったということになります。繰り返します。もしそうなら、ピカソ自身もそれが何の絵であるか知らなかったということになります。つまり何の絵であるか知らないまま絵を描かされ、ゲルニカとして発表してしまった可能性があるということです。というのも、その絵の中には私林浩司が発見し、林浩司しか知らない事実がその絵の中に隠し込まれていたからです。つまりピカソも1950年後のイエス自身であった可能性がぐんと高くなりました。その証拠と証明、広志林浜松的ジャパン。ある著名な美術評論家は次のように書いています。白黒で表現された一面モノクロームのキャンバスには人間のような目を持った闘牛の頭、その下には空爆の犠牲となった子供を抱えて泣き叫ぶ母親、狂ったように叫ぶ馬、天を仰ぎ救いを求める者など、逃げ惑い苦しみ叫ぶ人々や動物の様子が描かれている。左下で倒れている人物はピカソ自身であるという。なお、闘牛や馬が意味するものとしては、牛をファシズム、馬を抑圧された人民とする解釈や、牛を人民先生、馬をフランコ主義とする解釈などもあるようだと。が、本当にそうでしょうか。順に解説してみます。では、林浩司方式でこの絵を検証してみます。まず気がつくのは、中央上やや左寄りにある奇妙なこの模様です。これは何かということですけども、私はこれを目と判断しました。目の下から14本の光線が出ている点に注意してください。右はフリーメイソンのシンボルマークです。で、この目のような模様の下からも14本の光線が出ているのがわかります。14、つまり 7×2、 7はフリーメイソンの神聖数です。ミトラ教の神聖数です。さらに言えばプロメテウスの神聖数ということになります。 7×2 です。ここを確認してください。ラーの腕もやはり7本です。それから自由の、まあ、女神像と言われている像ですけども、光線が7本です。このように7、7、7でつながっていきます。ついでですが、14という数にはもう一つ別の意味があります。7+7、つまり7、7を組み合わせると77になります。77というのはユダヤ・ゲマトリアによればキリストを意味します。そのことをミケランジェロも知っていたのでしょうか。システィーナ礼拝堂の天井画ですけども、中央にイエス・キリストが位置します。そしてその下に77という数字が隠し文字の形で書かれています。77、つまりキリスト、ここに描かれているのはキリストだよという意味になります。
話を戻します。つまりこのような形で、つまり目を描き14本の光線を描くことによって、パブロ・ピカソは自身がフリーメイソン、もしくはその上位団体のイルミナティのメンバーであることを示しました。その証拠がもう一つ描かれています。中央に、ドアのようなものが描かれています。私はこれをドアと判断しました。そのドアの向こうから一人の人物が腕を伸ばし、その手の先にトーチを持っています。このトーチに注目してください。この人物は誰かということですけども、これが今日のこの動画の最大のポイントとなります。左はイタリアのサント・アプリナーレ・ヌーボーの壁画に描かれているイエス・キリストです。その左手にはやはりトーチが描かれています。この両者を見比べてみてください。注意深くご覧ください。この部分ですね、三角。そしてその上の膨らんだ部分。そしてその上のトーチの部分です。全く同じです。そしてそのトーチをこの人物が握っています。左がイエス・キリストですから、右もイエス・キリストということになります。もう一度皆さん自身の目で確認してください。イエス・キリストがトーチを持っています。それと同じトーチがゲルニカの絵の中に描かれています。イエス・キリストということになります。では、左下の人物は誰なのでしょうか。どこかの美術評論家が言っているように、ピカソ自身なのでしょうか。答えはノーです。中央に馬が描かれています。馬に踏みつけられています。この構図はダ・ヴィンチなる画家が描いたとされるアンギャリの戦いの中の絵に表現されている構図と同じです。アンギャリの戦いの中に描かれている右の丸の中の人物はイエス・キリスト自身です。頭からは血を流しています。そして馬に踏みつけられています。構図が同じです。頭の周りを見てください。血が流れ出ています。これは血を表しながらも、実はハロー、つまり降臨を、模したものだと判断しています。これは森本聡さんという方が教えてくださいました。そしてこの人物がイエス・キリストであるという証拠は、この人物の左の手の甲を見ていただくとわかります。そこには聖痕が描かれています。こうして1500年後のルネサンスの時代に現れたイエスは、レオナルド・ダ・ヴィンチという名前の操り人形芸術家を通して、そしてアンギャリの戦いの絵の中に替え玉で処刑されたイエスを描き込みました。頭からは血を流す。その血が降臨をかたどっています。そして左手の甲には聖痕が描かれています。そしてその同じ構図がピカソの絵の中にも表現されているということですね。右のような事実を知っていて、そして動画で発表したのは2012年以後の林浩司ということになります。ピカソが知る由もなかった事実ということになります。左下のピカソの絵の中に描かれている人物がピカソなどではなくてイエス自身だということは、その絵の中にその証拠が残っています。この人物の手のひらを見てください。ここには五芒星が描かれています。つまりこのような形で聖痕を五芒星に隠してピカソが描き込んだということになります。わかりやすく言えばシンボライズされた聖痕ということになります。つまり左下の人物はイエス・キリストということになります。繰り返しますが、パブロ・ピカソは聖痕を五芒星で表現したということになります。で、もう一度繰り返します。パブロ・ピカソのゲルニカです。左下にいるのはイエス・キリストです。馬に踏みつけられています。その構図は
暗闇の戦いの中に描かれているイエスと同じ構図です。暗闇の戦いの中にそのような隠し絵が仕込まれていたことを発見し、動画で発表したのは私、林浩司です。それ以前には誰も知る由もなかったことです。さらにここに牛が描かれていますが、闘牛の牛だそうです。とんでもない。これは闘牛の牛などではありません。これはミケランジェロがカペラシスティーナの天井画に描いた絵ですけども、その絵の中にノアと3人の息子の絵があります。左上に注意してください。ここには馬と牛が描かれています。牛といえば延期を表すシンボリックな動物ということになります。馬はその息子のマルドックであると私は考えていますが、今のところまだ仮説の段階です。ともかくもここに牛が描かれています。牛は延期です。延期のシンボルが牛です。つまりここに描かれているのは神々であるということになります。ではその牛の下の人物、今丸で囲んだ部分の人物は誰かということですけども、女性と赤子のようです。右はシュメールのイナンナです。またの名をイシュター、そしてヘブライ名をマリアと言います。中央はラファエロの描いた聖母子の絵です。それと同じ構図でパブロ・ピカソの中に母と子が描かれています。つまりここに描かれているのはマリアということになります。そして赤子の目を見ていただきたいんですけども、白目で描かれています。死んだ子供の目ということになります。マリアは人間の子供を食していました。では右下の人物は誰なのでしょうか。丸をつけてみます。色をつけてみます。この人物は誰かということですけども、そのポーズに注意してください。言うまでもなくセント・ジェロームです。これはダ・ヴィンチなる画家が描いたとされるセント・ジェロームですけども、左右反転してみるとそのポーズが同じであることがわかります。つまりこのような形でピカソはゲルニカの絵の中にセント・ジェロームを描き込んだということになります。皆さん自身でご確認ください。ついでですが、一人二役のもう一人の画家ルカ・シノレッリもセント・ジェロームをこのように描いています。同じポーズです。つまり右下に描かれているこの人物はセント・ジェロームということになります。で最後にもう一人人物が残ります。一番右端の人物です。この人物は誰かということですけども、奇妙な壺のようなものの中に入っているのがわかります。そして小さな窓が描かれています。これは何なのでしょうか。そのヒントはシスティーナ礼拝堂の絵の中にありました。バプティストのヨハネが首を切られた時の様子を表した絵であると私、林浩司は判断しています。ともかくも向かって一番左のこの人物に注意してください。一見頭があるように見えますが、これは騙し絵です。頭ではありません。つまり穴です。そしてこの人物は壺の中に入れられています。そしてゲルニカの絵の中ではそれが四角い窓として表現されています。そして三角の壺の中に入っている様がわかります。つまりこの人物はカイラマのバプティストのヨハネということになります。ヨハネはこのような形で処刑されました。その動画はこの後につなげておきますから、どうかご覧になってください。で結論ということになります。パブロ・ピカソは戦場となったゲルニカを描いたものだと言われていますが、本当にそうでしょうか。もう一度皆さん自身の目でこのゲルニカを見てください。そして皆さん自身で
判断してください。一番左にいるのはマリアです。子供を抱いているマリアです。そしてその上にいる牛は延期、つまりプロメテウスを表したものです。次にこの下の人物は替え玉イエス、処刑となった替え玉イエスを表したものです。上の目のような形はこれは言うまでもなくプロメテウスの目、またの名を摂理の目と言います。そしてここに描かれているのはイエス・キリスト自身です。その統治、シンボリックな統治を持っています。サンタ・アポリナレ・ヌーボーの統治と一致します。そしてその下にいるのがセント・ジェロームです。カトリック最大の功労者ということになっていて、そしてその右にいるのが処刑されたヨハネ、もしくはヨハネの替え玉ということになります。つまりキリスト教の世界がオールキャストでこのように描かれています。つまり戦場となったゲルニカの様子を描いたものではなくて、神々の世界を描いた絵ということになります。そしてこの絵の中には私林博士が発見した事実ばかりが描かれています。言い換えるとパブロ・ピカソもこの絵が何を意味するか知らなかったのではないかということになります。つまりパブロ・ピカソ自身がこの絵を1900年後のイエスによって描き与えられたということになるのではないでしょうか。ある著名な美術評論家は次のように書いています。白黒で表現された一面モノクロームのキャンバスには人間のような目を持った闘牛の頭、その下には空爆の犠牲となった子供を抱えて泣き叫ぶ母親、狂ったように叫ぶ馬、天を仰ぎ救いを求める者など、逃げ惑い苦しみ叫ぶ人々や動物の様子が描かれている。左下で倒れている人物はピカソ自身であるという。なお闘牛や馬が意味するものとしては、牛をファシズム、馬を抑圧された人民とする解釈や、牛を人民先生、馬をフランコ主義とする解釈などもあるようだと。私林博氏はノーコメントです。 Bye for now.